引き続き、聴覚について扱っていきます続いて、音の知覚の性質について説明していきます過聴範囲とは、聞くことのできる音の範囲です刺激域は、刺激を感じる最小の刺激量、刺激調は感覚が生じる最大の刺激量です 大きさの最小過帳値は20マイクロパスカル最大過帳値は耳に痛いが生じ始めた時です高さの最低過帳値は15から20ヘルツ最高過帳値は2万から3万ヘルツです主観的な音の大きさのレベル主観的な音の大きさの表現は物理量をフォン 心理量を騒音と言います。音の大きさは、音の高さによって影響を受けます。周波数 1000Hz、音圧レベル4 0ベルの順音を聞いて感じる大きさの基準を1騒音とします。大きさが2倍に感じられるまで音圧レベルを上げれば、この音は2騒音、逆に大きさが半分に感じられる音圧レベルまで下げれば、この音は0.5騒音となります。 さまざまな大きさに対して、この手順を繰り返していくと音圧レベルが 10dB 増加するごとに大きさが2倍になるのですが、これは同じ周波数の音の比較において成立することです。音の大きさは周波数によって大きく変化します。周波数1000 音圧レベル4 0デシベルの順音を基準として、この音と同じ大きさに感じる音圧レベルと周波数を調べると、図のような音の大きさの等高線が作成できます。低音は中程度の音よりも小さく聞こえます。騒音は野沢雅子さんっぽさが高まると上がる数値であってほしいですが、違うようです。 最小化腸値の変化最小化腸値は、様々な要因によって変化します。難聴になると、最小化腸値が正常な耳に比べて数10ロデシベル高い状態となります。難聴には、外耳や中耳に異常がある場合に生じる伝音性難聴、内耳や神経系、中枢系に異常がある場合に生じる感音性難聴があります。 肝音性難聴は内耳、聴神経、聴覚系中枢の障害による難聴で、広域の聴力低下、騒音下での会話の聞き取りが困難となります。加齢性難聴、騒音性難聴、突発性難聴が冠音性難聴にあたります。加齢、老人、性難聴は有毛細胞、内耳神経、聴覚神経、 脳神経細胞の老化が原因で、高調波を含む音声の聞き取りが困難となります。騒音性難聴は、騒音によって聴神経が損傷し、日常会話の聞こえの悪さ、耳鳴りが生じます。突発性難聴は、原因不明の突発的な難聴で、ストレスなどで血流量が低下するために生じるなどと考えられています。 突発的な聴力の低下、耳鳴り、自閉感が生じます。突発性難聴の疑いを感じたらすぐに病院に行きましょう。早期治療が肝心だそうです。130デシベル以上は瞬間的に内耳を痛める可能性が高いとされています。聴力検査も補聴器も基本的に120デシベル以上の音を出すことはありません。 130dB は音を聞いて耳が痛くなるほどの音量です。140dB がジェット機の爆音程度とよく表現されています。80から 90dB までの音は基本的に障害は起こさないとされていますが、一定の音程を長時間聞くような場合は、70dB 程度でも障害が起きうると言われています。90から 130dB の間では、 音を聞く時間がたければ長いほど障害を起きしやすくなりますが騒音に強い人や弱い人もいるようで一概に何時間聞いたら障害が起こるとは言えません大きな音を聞くことは聴覚障害のリスクを高めることは確かです騒音は若い頃にさらされる時間が長いと当時は何も起こらなくても加齢に伴ってその影響が出てくることがあります ライブ会場などでは90デシベルを超える音量が多くスピーカーの近くでは120デシベル以上になることもありますアルコールを摂取すると内耳の代謝障害が起きやすくなりますさらにヘビメタな方がよくなされるヘッドバンギングという頭を激しく振る動作を行うと振動が加わって内耳に負担がかかります爆音で何かを聞き テキーラを引っ掛けながらヘッドバンギングをしている方がお近くにおりましたら内耳の有毛細胞が大変なことになっていますよとお伝えいただけると良いかもしれません世界的ミュージシャンのエリック・クラプトンやオアシスのギャラガー兄弟も耳鳴りと難聴を発症していますエリック・クラプトンは耳をいたわればよかったなぁ的なことを BBC のドキュメント番組で述べているそうですバンドマン オーケストラ奏者の聴力は平均より低下し騒音性難聴になりやすいようです明らかな騒音性難聴でなくても加齢性難聴とは広い意味で騒音性難聴かもしれないという知見もありますアフリカに住むマバーン族は大きな音を立てることを好まず 祭りの際の太鼓の音、人の話し声、鳥の鳴き声以外の音がない、という非常に静かな生活を送っています。ローゼン・ラ、1962は、マバーン族の人々の年齢ごとの聴覚域を調べ、加齢性難聴がほとんどなく80歳になっても20代と同じ聴力を有していることを報告しています。ちなみに、加齢性難聴は20代から始まり、 30代から高音域の聴力が徐々に低下していきます騒音というと音楽や機械音の印象が強いかと思いますがスポーツでも聴覚障害が起こり得ます陸上競技のピストルの音は大きく格闘技やラグビーなどのコンタクトスポーツでは頭や耳に衝撃がかかるプレーで脳震盪、内耳震とを繰り返すと不可逆的な脳障害や難聴 耳鳴りめまいなどが起こる危険性があります個人的な話であれですが感覚知覚心理学おじさんは小中学生の間サッカーをたしなんでいたのですがヘディングはいろいろと危ない気がするという理由で一切頭を使わないプレースタイルを貫いていました基本戦力外でした音の大きさ 強度の検出音の大きさに関する情報は相互に関連した2つの方法で符号化されています神経細胞の発火の頻度と活性化される神経細胞の数で決まります刺激がより強くなると基底板は大きな振幅で振動し活性化した有毛細胞の膜電位は脱分極あるいは過分極します これによって有毛細胞がシナプス結合する神経繊維が高い頻度で活動電位を発生します。同じ音の周波数で音の強度が増加すると超神経繊維は高頻度で発火します。加えて強い音刺激は規定板の動きを遠くまで伝えて多くの有毛細胞を活性化させます。単一の超神経繊維においては このように活性化した有毛細胞が増加することにより、広い周波数に対して反応が生じるようになります。我々が音の大きさとして知覚するのは、聴神経の活性化している神経細胞の数とその発火の頻度に関係があると考えられています。 音の高さの二面性音の高さは一次元的な性質と定義されています。しかし、古くからピッチ単に一次元的な性質だけでは説明できないことが指摘されていて、音の高さは螺旋構造的な性質が示唆されてきました。この図は、周波数が上昇するとともに音の高さが螺旋状に上昇する様子を示しています。つまり、 音の高さは垂直方向に上昇する性質と1オクターブ周期の循環的性質を合わせ持っています。前者の垂直方向に上昇する一元的な性質はトーンハイトと言います。後者の循環的性質はトーンクロマと言います。トーンクロマは超波複合音の基本周波数を上昇させると音の高さも上昇していきますが。 基本、周波数が二倍になった時に、元の音に戻ったような印象を与えます。ピアノでドレミファソラシと順に弾くと音の高さが上昇して感じられますが、引き続き一オクターブ。高い度と弾くと音が低くなったような気がするということです。この関係性は、三十から四千ヘルツの範囲で成り立ちますが。 ヘルツを超えるとトーンクロマの性質が希薄になっていきます。ちなみに88鍵盤のピアノの一番低い音は27.5ヘルツ、一番高い音は4186ヘルツ、2番目に高い音は3951ヘルツです。 私たちは日々に音に音囲ままれてて生活しています普段から無意識的に音の聞こえる方向を察知して身の回りの空間を認識しています。それによって声をかけられたら振り返ったり車が近づくのを感じたりすることができます。このように聴覚情報をもとに音の空間的位置を把握する機能のことを音源定位と言います。 この音源定位の機能は複雑で高度な働きによって実現されています細かく見ていくと水平面左右と垂直面上下前後の手がかり情報が異なっていたりしますまず水平面の音源定位について見ていきましょう音源定位にとって重要な手がかりの一つは 音が左右ののの耳耳に到達すすする時間間差です人間を含め多くの動物の耳は2つありますもしも音源が真正面から左右どちら側かにずれていると音が一方の耳に達するにはもう一方の耳に達するよりも長い時間がかかります。両耳間に時間差が生じるのです。 両時間,時間差といい2000ヘルツまでの音源定位に役立てられています両耳の間の距離が20センチメートル程度としたら頭に対して右真横から来る音は左耳には右耳の0.6ミリ秒後に到達しますもし音が正面から来るなら両耳間の遅れはありません 角度が正面と真横の間なら、遅延時間は0から0.6ミリ秒の間です。左から来る音は、右耳からの音と同様の時間差を生じさせます。このように、音源部位と両耳間の時間差との間には、単純な相関関係があります。この遅延時間は、脳幹の上ウオリーブ角という神経細胞で検知されて、 水平面ににおける音源定位を可能にしています私たちが検出できる両耳間の時間差は非常に短いです。人は水平面では約1から2度の正確さで音源の方向を識別することができます。この識別をするには、音が左右の耳に到達する時間差が11マイクロ秒を区別しなければいけません。 もしも音が突然の騒音でなく連続した音で、音の始まりを聞かなかった場合、私たちは2つの耳での最初の到達した時間差を知ることはできません。連続した音は常に耳に入ってくるために、音源定位にはより多くの問題が起こります。しかし、連続した音に対しては、 突然の音に対するものとは少し異なった方法で音の到達時間を検知することで音源定義が可能になっています。連続した音の比較を可能にする唯一のものは同じ周波数の音波がそれぞれの耳に到達する時間です。右側から 200Hz の音にさらされているとします。波長、つまり、 音の一周期移動距離は音速÷周波数で表すことができます。気温15度の時の音速が 340m ですので、この 200Hz では、音の一周期は 170cm となり、これは両耳の間の距離の 20cm よりも大きいです。音波の最高点が右耳を通過した後、右耳で最高点を感知するには、 20 0.6センチメートルにに通過するるののかかる時間のミリ秒を待たななければなりませんもちろん音が真正面からの提示された場合連続する音波の最高点は同時に両耳に到達します。音波の波長が両耳間の距離より長いため両耳間の音波の最高点の遅延時間は確実な情報として利用できるのです。 高周波数の連続する音に関しては、事情はさらに複雑です。右耳からの音が1周期が1.7センチメートルからなる2万ヘルツの周波数だとします。最高点が右耳に達するまでに、さらに0.6ミリ秒かかるかと思いきやそうではありません。このような高周波数の波長では、多くの最高点がすでに両耳の間にあるので。 この時間は短縮されます音の来る方向と2つの耳に最高点が到達する時間との間には単純な関係はほとんどありません。周波数が非常に高く音波の一周期が耳の間の距離よりも短い場合には両耳間の到着時間の差だけは音源定位には役に立ちません。 脳は高周波数の音に対して音源定位のためのその他の処理機構として両耳間の音の強度差を利用しています。両耳間強度差は頭が効果的に音の影を作るので2つの耳の間に差ができます。音の方向と頭がもう一方の耳に対して音の影を作る方向には直接的な関係があります。 音が直接右から来ると、左耳での音の強度は顕著に減少します。真正面からの音では、2つの耳に同じ強度で達し、その仲間の方向からの音には、それに応じて音の強度の違いが生じます。強度の違いに対して感受性を持つジョー・オリーブ・カクはこの情報を音源定位に利用できます。 音のの強度の情報は低周波数の音には用いることははできません。低周波数の音は頭の周囲で解説し2つの耳での強度がほぼ同等となるためです低周波数音には音の影ができませんという感じで水平面での音源定位のために2つの機構を使っています 20から 2000Hz の音では、両耳間の時間差が関与します。2000から2万ルツでは、両耳間の強度差が用いられます。これらの2つの機構が働いて音源定位されることを音源定位の二元説と言います。下牛神経核の神経細胞は、 同のの聴神経からのみ入力を受けますこの神経細胞は単純性であり片方の耳に与えられた音にのみ反応します。しかし聴覚経路ではこれ以降のすべての段階で両側の耳に反応する性質を持つ両耳性の神経細胞も存在します。この両耳性神経細胞の反応特性は 水平面での音源定位に重要な役割を担っていると考えられます。この両自性神経細胞が見られる最初の器官が上ウ・オリーブ核です。上ウ・オリーブ核と音源定位の関係については議論中ではありますが、いくつかの確実な関係性が指摘されています。上ウ・オリーブ核の神経細胞は、 脳幹の両側にある下牛神経核からの入力を受けます上ウオリーブ核に投射する下牛神経核の神経細胞は低周波数の音刺激に位相固定の方式で反応しますそのため左右の下牛神経核から活動電位を受ける上ウオリーブ核の神経細胞は両耳の時間差を計算することができます 上雨オリーブ核の神経細胞は両耳間の特異的な時間差に対して最大に反応することが示されています。両耳間の時間差は音源によって変化するため、これらの神経細胞は水平面における特定の位置を符号化していると考えられています。上雨オリーブ核の神経回路は、 どのようにして両時間の時間差に対する感受性を生み出しているのでしょうか鍵は軸索を遅延回路として用いわずかな時間差を正確に検出することにあります。左耳に与えられた音は左の鍵右神経核に活動電位を発生させこれは急神性繊維によって上ウオリーブ角に達します。 左耳に音が達してから0.6ミリ秒以内に音は右耳に届き、右下牛神経核の軸索に活動電位を発生させます。しかし、上雨オリーブ核内での軸索の走行と神経細胞の配置によって、それぞれの側からの活動電位は、上雨オリーブ核のさまざまな場所にあるシナプス5細胞に達するのにかかる時間は異なります。 例えば、左下牛神経核からの軸索は、上うオリーブ核の神経細胞3に達するのに、右下牛神経核よりも長い経路を通ります。そのため、左側からの活動電位の到達には時間がかかりますが、神経細胞3で右側からの電位が到達するとちょうど一致します。全く同時に到達することで、両側からの活動電位は、 加算された興奮性シナプス光電位を発生させてより大きな興奮性シナプス光電位を発生させますつまりそれぞれの耳から活動電位が単独で来るよりも上オリーブ各神経細胞酸をより強く刺激します両耳間の遅延時間が約0.6ミリ秒より遅かったり早かったりする場合には 活動電位は同時に到着せず発生する興奮性シナプス光電位はそれほど大きくはなりません。上部オリーブ核のその他の神経細胞は、系統的な軸索の遅延回路の配置を取ることによって、それぞれ両耳間の時間差に同調するようになっています。時間差をできるだけ正確に検出できるように、 聴覚系の多くの神経細胞とシナプスは素早い動作に適応する特別な仕組みを持っています。活動電位の到着から興奮性シナプス抗電位の発生までは脳のその他の神経細胞で見られるものよりも早いのです。しかし、この種の聴覚の時間検出には限界があります。位相固定は入力のタイミングの正確な比較に重要で、 位相固定は比較的低い周波数で起こるため、両耳間の時間差は比較的低い周波数の音の音源定位にのみ有効であるということがわかります。フクロウなどの鳥類の脳にもこの音源定位を仕組みが存在します。哺乳類が両耳間の時間差を計算しているかどうかははっきりしていませんが、砂ネズミを用いた研究では、 軸作の遅延回路よりもシナプス抑制によって上オリーブ角の両耳間の時間差に対する感受性を生じさせていることが示唆されています。